台湾が初めて自国で建造した潜水艦の一番艦開墾がついに動き出したみたい。ついに念願の一番艦ってわけだな。今回は台湾初の自国建造潜水艦開墾について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開墾とは古代中国創造上の巨大魚の名で、台湾で初となる国産潜水艦でその一番艦が、台湾南部高雄の造船所で9月28日進水式を迎えたよ。この建造計画は蔡英文総統が熱心に進めたもので、蔡氏は進水式で念願叶ったということか、艦無用の様子だったみたい。開墾潜水艦が近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるのは言うまでもないよね。台湾の潜水艦を中国は身の程知らずと非難したよな。しかし非難せずにはいられなかったということは、中国にとってかなりの深刻事態であるから、過剰に反応したのだろうと見られているぜ。通常動力型潜水艦開墾は、通常型としては大きい艦隊でその名にふさわしいと言えるが、と入っても、同タイプの海自最新型潜水艦大芸型よりは、小さいらしい。開墾の特徴としては、高性能リチウムイオン電池を採用しているので大芸型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と見られること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、射程約 50km の高性能長距離誘導魚雷を装備していることと思われるね。アメリカの最先端技術が使われているから、大芸型よりも高性能では?と考える防衛軍事関係者も多いみたい。台湾は潜水艦を自前で作ったんだけど、建造のノウハウは持っていないんだ。ではどうやって作ったのかってわけだけど、これにアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道があったよ。要は民主主義勢力連合というわけだな。日本にも参加要請があったらしいと噂されているけど対中関係などを考えて、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援しているらしいと囁かれているみたい。自分で作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるみたいだけど、台湾は国際的にも非常に微妙な存在だから、完成品の潜水艦を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないと思われるよ。世界の多くの国は中国との国交を選んだから、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交していて、日本もそんな国の一つだね。だから台湾へ武器を輸出したら一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発。巨大市場を武器に、貿易制限中止という報復に出るのがいつものやり口だぜ。具体例だが、オランダ潜水艦を売却とフランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けていて、唯一の例外はアメリカだな。台湾の安全保障を謳う国内法台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けているわけで、正面からの対決は避けるが、全面的に認めるというわけではないというアメリカのある意味柔軟な上手な方針と言えるわけだ。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じだよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になったことは中国にとって大きな衝撃だったことは間違いないだろうね。もし台湾が外国から輸入しようしたら、相手国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたかもしれないけど、今回はその手は効かないってわけ。台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったから。台湾はロシア・ウクライナ戦争を見て、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保すべきと痛感したんだろうな。自国で潜水艦を建造した台湾には次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦か?という気の早い話題も飛び出しているぜ。スタンドオフミサイル最大のメリットは敵の射程外から相手を狙える距離の長さだね。中国が着上陸作戦に出るとしたら、当然ながらミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー防空設備、軍港などとなっているよ。このため台湾は反撃能力の確保にも熱心で、
中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始し、また射程 1200km の改良型も開発中みたい。中国本土の標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられ、ミサイルは中国側から攻撃しにくい台湾島南北の険しい山脈の向こう側に配備し、相手を攻撃する狙いと推測されるよ。領地点は十分射程内だけど、巡航ミサイルは撃墜回避のためジグザグ飛行をするから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離になるはずなんだ。これは軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルだから、狙い撃ちがされにくい一方、工作員の破壊行動などに遭う危険性があるってわけ。だから、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載して中国への反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもあるぜ。しかも10発以上の搭載を目指しているという説、さらに射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積むという説、公海まで進出して首都北京を伺うことも可能だという説さえあるらしい。こういった潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いなく、万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威が失墜するのは間違いないな。ある人が想定した台湾有事発生の場合のシナリオを以下に紹介していくね。台湾潜水艦は中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指し、激しい攻撃を仕掛けてくるだろう。以前なら台湾有事が起きても中国との全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、老朽潜水艦が4隻しかない台湾では全く勝負にならないと考えられていた。しかし今や状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃と主張して、複数の海困窮潜水艦で出撃すれば、対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されてしまう。最悪の場合、太平洋側への展開は愚か、軍港から艦艇が出ることすら不可能になるかもしれないのだ。そして万が一にも、台湾によって大切な空母が撃沈されたら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。そして当然侵攻作戦も中止する羽目に陥るだろう。台湾有事となれば日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下でこっそりと台湾に加勢すると思われる。台湾の潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻めば、台湾東部の太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。となればこの海域に進出した中国潜水艦が、西側の潜水艦や、対潜哨戒機に発見され、撃沈される可能性が非常に高い。潜水艦は言うまでもなく非中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても西側が撃沈したと中国が公言できるはずはない。自分の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうとしても海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。どうしようもなくなってしまう。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう以上が想定されるシナリオなんだって。台湾の潜水艦建造に関しては、機密が中国側に漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して中国の脅威に備える予定らしいという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと言われるし、情報戦でも駆け引きが激しくなっているようだね。一つ言えることは、中国集大成が台湾武力統一へ執着しすぎたせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものだから、ネタコを起こして、ヤブをついて蛇を出したようなものなのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省がイージスシステム搭載艦のガズタービンエンジン選定でロールスロイス社の MT30 エンジンを2機搭載するという情報をキャッチしたよ。今回のイージスシステム搭載は空前のデカさに変わるらしい。トマホークも搭載するようだが、これにヤマトの称号がつくのか気になるところだな。
今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部にロールスロイス社 MT30 ガスタービンが採用される件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今後の日本の弾道ミサイル防衛 BMD を支える新戦力として、防衛省ではこの2024年度の防衛予算の中にそれを担うイージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用を盛り込んでおり、この2隻の総額は3731億円が予定されているね。この艦艇のイージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備を行っている8隻のイージス護衛艦と名称上で区別するために用いられているもので、少しわかりにくい気もするが後者と別と示す意図があるんだ。ただしイージスシステム搭載艦は当初より日本の弾道ミサイル防衛 BMD を担当する艦艇として企画されたのかといえばそうとも言えず、2017年末の時点では陸上配備型のイージスアショア2セット分、アメリカから調達することが決まっていたぜ。このイージスアショアは翌2018年には1セットずつを北東は秋田県、南西は山口県の陸上自衛隊の演習地に配備展開することで、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛 BMD を担当することが起訴され、それに伴う地域への説明会なども行われていたらしい。しかし2年後の2020年6月、当時の河野防衛省はイージスアショアが弾道ミサイルの迎撃用に用いる、リム-161スタンダードミサイル3通称 SM-3 を予定地の陸上自衛隊の演習地から発射した場合、近隣の地上に損害が生じる恐れから中止を発表したわけだ。これはイージスアショアが使用するリム-161スタンダードミサイル3通称 SM-3 を発射した場合、空中で不要となるブースター部分を切り離す型式となっているが、ここで切り離すブースター部の落下位置を制御できないとの理由からだったな。日本が時間と費用をかけてイージスアショアのプログラムソフトに改修を施すことが可能であれば、こうしたブースターの落下位置を制御する対策も講じることはできたかもしれないけど、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は喫緊の課題となっていたね。そのため、日本政府ではイージスアショアの導入をきっぱりと諦め、その代替手段を2020年末までに同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載して対応することに変更。ここにイージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことと相なったよ。イージスシステム搭載艦はその建造の決定後に一時期は、基準排水量でおよそ2万2000トン、全長でおよそ 210.0 メートル、全幅で 40.0 メートルほどの巨艦となる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量を誇ることも示唆されたね。ちなみに海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1万250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルであるため、イージスシステム搭載艦の大きさがいかに尋常ではないかがわかるだろう。ここまで当初のイージスシステム搭載艦の規模が大型化することが想定された理由としては、もともと陸上配備型であったイージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須との見方もあったわけだ。また陸上配備型のイージスアショアの代替を海上に浮かべる艦艇で行うと仮定した場合には、波の影響で艦隊自体に強い揺れが発生してしまう事態を回避するため、できるだけ艦隊を大型化してその影響を最小化するためとも報じられたぜ。しかし当初の現行のイージス護衛艦に比して大きすぎる艦隊は、やはり実際の艦隊行動などを想定した場合には現実的ではないとの判断が下されたようで、今は基準排水量でおよそ1万2000トン、全長でおよそ 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルの規模に修正されているよ。まあその規模感でも十二分に現行のイージス護衛艦と比べれば基準排水量でも 1.5 倍には相当するため、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模となることは間違いないだろうな。さてそんな建造の決定から紆余曲折を経てきた艦のあるイージスシステム搭載艦だが、防衛予算上における正式な名称としては令和6年度工型警備艦と記載されており、
この表記は通常の海上自衛隊の護衛艦と同等であると言えるよ。イージスシステム搭載艦の建造については、1番艦を三菱重工業社が担当、2番艦を JMU ジャパンマリンユナイテッド社が担当することとなっており、前者の三菱重工業社による1番艦はこの2024年度に寄港される予定なんだって。イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期については現時点では未定ではあるものの、最終的な収益の時期は1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中と目されており、寄港からはおよそ3年で実戦配備にまで至る計画となっているよ。この寄港から収益までのスケジュール感も、最新鋭のマヤ型護衛艦とほぼ同様の期間であり、基準排水量でおよそ 1.5 倍にも達する大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すればかなりスピーディーな対応とも感じられるぜ。そんなイージスシステム搭載艦であるが、この2024年5月末にはイギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として世界的にも著名なロールスロイス社より、同艦の機関部を受注したとの情報が公式に発表されたな。ロールスロイス社の今回の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には同社の MT30 ガスタービン機関が1隻に2機実装されると報告されており、この構成は世界的も採用例の多い同機関でも初の事例となるとされているよ。このロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関の名称、アルファベットの2文字である MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称であり、大元は同社の航空機用のターボファンエンジンであるトレント800を船舶用に改めたものだね。MT30 ガスタービン機関はロールスロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新の形式のものであり、日本の海上自衛隊でも最新鋭の護衛艦である最上型でも式として採用されており、こちらは同機を1機とドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式となっているんだって。ロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関は、本国のイギリスではクイーンエリザベス級航空母艦2隻や、8隻が建造予定26型グラスゴー級フリゲートに採用されているが、最上型だけで12隻の建造が決まっている日本の方がすでに採用隻数は多いな。またそれ以外の国の採用例としてはまずアメリカがあり、フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムボルト級ミサイル駆逐艦で3隻があり、特に前者は MT30 ガスタービン機関が世界で初めて採用された艦艇でもあるぜ。さらにイタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国のテグ級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻あと追加で3隻が建造予定への搭載が MT30 ガスタービン機関は確定しており、今後も増加が見込まれるらしい。MT30 ガスタービン機関は1機で少なくとも4万馬力後半から5万馬力前半の大出力を発揮可能であり、電力としても36メガワットから40メガワットを供給する能力を有しており、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦も電力供給には期待ができるだろうね。ただし個人的にはもともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD のためのイージスアショアの代替を担うはずのイージスシステム搭載艦が、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としても期待されているような動きには若干の違和感を感じすにはいられないな。日本は近年、地域の安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の強化を進めていて、日本が向かう防衛力強化、特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制の整備に注力しており、2024年度の防衛予算には新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として3731億円が計上されたよ。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイル脅威に対抗するための重要な役割を担っているんだ。イージスシステム搭載艦は、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているな。また、防衛省は、地上配備型イージスアショアの計画を中止し、より柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針を転換したぜ。この変更は、技術的な問題や地元の反対によるもので、海上でのシステムは地上型よりも迅速に展開可能であり、
日本の防衛戦略において新たな次元をもたらすものと考えられているらしい。このように、日本は自国の安全を確保するため、防衛力を一層強化しており、新しいイージスシステム搭載艦の建造はその象徴的な一歩だね。これにより、日本の防衛体制は大きく前進し、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけも強化されることになるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最近、中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだという話をよく耳にするよね。日本の処理水問題をやたらと大げさに騒ぐのは、この原潜事故から国民の目をそらすためではという推測もあるみたい。実は日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているらしいな。だが一体どこがそんなにすごいんだろうな。今回はそんな日本の通常動力型潜水艦の世界最強の意味について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2020年3月5日、三菱工業神戸工場において、海上自衛隊の最新鋭潜水艦桜竜の引き渡し式が行われたよ。桜竜は、双竜型潜水艦の11番艦だね。意外と広い日本の領海を守る新戦力として実戦配備の日を迎えたというわけで、母港は広島県の呉基地なんだ。桜竜だけど、通常動力型潜水艦としては世界有数の大型と言われるほどの規模を誇っていて、データを紹介すると、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされるよ。双竜型潜水艦のエンジンは、10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛蓄電池の併用による推進方式だったな。しかし11番艦桜竜は大きく変更され、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用になったわけだ。気になる桜竜のスピードだが、航行値は水上13ノット、水中20ノットだから、エンジン機関に大きな変化があったにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないと気づいた方もいるんじゃないか？言うまでもなく潜水艦という兵器は最重要軍事機密に該当するからその重要な兵器の性能が推測されるような正しい数値を公表するはずはないわけで、つまり、わざと従来艦と対して差のない値を公表していると考えるべきかもね。ちなみに最新鋭艦桜竜だけでなく、従来の双竜型の連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度など、潜水艦の性能に関する重要情報は一切開示していないんだ。厳重機密ということが明らかだよ。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではなく、当然ながら世界的にも同じ傾向だな。となると、桜竜の航行値水中スピードは20ノットだが、本当のスピードとは全然違うのではないかと推測され、当然といえば当然だぜ。データを隠したり、フェイクでごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国にバレてしまう危険性があるからだ。潜水艦は発見されることなく、隠密行動を行うのが最優先だから、活動範囲は絶対に敵に知られてはならず、特に通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておかなければならないよ。では原潜ならバレても大丈夫なのか？ということだけど、実は原子力推進型潜水艦というのは、機関部分だけを考えると理論上はほぼ無限に連続航行できるはずなんだ。原子力を利用した機関は強力だから、水中スピードも30ノットは出るだろうというのが一般的な見方だね。つまり、原潜は通常型とは無楽で隠す必要がないわけで、隠したとしても即バレてしまうから、意味なしという方が良いのかもしれないな。現実的には原潜でも、それを動かす人間乗組員は艦内で生活しているから、物資の補給は必要で、また狭い艦内に缶詰状態でいることに耐えなければならない人間の精神面の課題など、課題は様々だぜ。つまり外側の源泉は動き続けるとしても、内側の人間にとって長期にわたる生活にはかなりの困難が伴うと考えられるよ。桜竜の話に戻るんだけど、鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用したから、
10番艦までの従来艦と同じ水中スピードではないだろうし、瞬間的なパワーなら原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われるんだ。原子力推進型潜水艦には確かにメリットが多く、そのため、アメリカやイギリスなど、保有している潜水艦の全てが原潜である国々が軍事力では優位に立つということは明らかだね。確かに建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがあるわけで、これに勝てる機関は現在は存在しないと言われてもいるから、無敵と称されるのも無駄なるかなと思われるぜ。とはいえ、試験ではあるが、50年後、100年後に耐用年数が切れた原潜はどうなるのだろうと考えると、手放しで称賛できないと感じるのも事実だな。さて潜水艦の性能の優先事項になるのは、原子力推進型か通常動力型かに関係なく、最大潜航深度と考えられているよ。どれほど深く潜れるかが敵のソナーから逃れるポイントと言えるからね。当たり前のことだけど、膨大な海中全域を一度に探索することは非常に困難ってわけ。となると、敵のソナーより深く潜ることができれば有利だし敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるわけ。もしくは実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーに捕捉できない潜水艦がごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで戦術としては十分だと言われるな。もし敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけだから、その場から離脱するなど水上艦艇の行動に制限をかけることができ、敵の捜索行動を牽制できるということは自明の理だぜ。船体に使用されている素材の強度から、横流は600メートル以上の深度まで潜航可能とも推測されていて、中国海軍潜水艦の深度は約300メートルと見られているから、600メートルが事実なら、横流がかなり優位とも考えられるね。ただし、部隊と想定されるのは水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海だよ。ここを中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックという指摘があるらしく、簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないという考えがあるのかも。強力な兵器を出し惜しみして絶好の機会を逃しては元も子もなく、宝の持ち腐れという言葉を連想するよな。潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つあり、それはズバリ静粛性だぜ。視界が悪い深海の中では、潜水艦の動きは音で判断するしかなく、となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは言うまでもないよね。横流は通常動力型潜水艦だけど、原子力推進型より構造的に優れているポイントをギリギリまで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったみたい。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれないんだ。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上し、潜水艦は海中に隠れて行動するはずなのに浮上というありえない行動に、大騒ぎになったよね。真相は、尖閣諸島付近の海中でこっそり活動していた中国潜水艦を発見したため、空自と海自が執拗に追跡、中国側は横流からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのだろうと見られているぜ。要するに、追跡されるまで横流の存在に中国側が気づかなかったというだろうし、横流の静粛性の優秀さを痛感したことになったな。中国海軍の原潜には、騒音トラブルが数多く発生しているらしいし、秘匿性に関してなら、横流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても誇張ではないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。